第12章再開。というわけでこんにちは、あたりです。龍が如く極めプレイ実況続きです。ついに風間のおやすさんと再会する時が来たようですね。ここで多分事件の真相、あ、ちょっと待って、ここで多分事件のあんなことやこんなことが分かるようになるんじゃないですかね。物騒な人がいるんだけど。長。はい。何を企んでるんだ。ああ。それは寺田の親父から聞いてくれ。だが用心はしておいた方がいい。いつここがバレちがうかもしれねえからよ。なるほどね。武器屋。はい。アルセオに頼まれてお前に必要そうなものを揃えた。ただにはできないが必要なら買ってくれ。うん。回復アイテムとかあったらいいんだけどな。あるー。けど僕いっぱい持ってる。いっぱい持ってる。まあまあいいでしょう。全然大丈夫です。はい、いいです。OK。ありがとう。はい、こっちこそ。しかし寺田の親父も計算高いよ。うまく登場界の幹部を騙したもんだ。うん。寺田の部下、桐生一馬だな。俺たちは寺田直属の人間だ。この件に関しては近江連合本部にも知られていない。知っているのはここにいる人間だけだ。なぜ近江連合が。風間のおやすさんはどこだ。奥の船内で待っている。詳しい話はそこで聞け。今のところ計画通りのようだな。計画通り。今のあんたにはまだ信じられないと思うが、これだけは覚えておいた方がいい。寺田の親父は借りた恩は必ず返す。義理を重んじる人なんだよ。はあ。風間のおやすさんになんか借りがあるんですかね。あの人。あ、寺田さんか。多分バッティングセンターで助けてくれた人。ペンダントのことを教えてくれた。え？行くぞ。え？ユミと知り合いとか？あ、違うよな。多分風間のおやすさんが全部知っていて、で、まあ、寺田さんはそれに協力してるって感じなんじゃないかな。うん。で、あ、ちょっとあれなのかな、まあ、全部多分風間のおやすさんの計画なんじゃないかなって僕は踏んでますけどね。五代目近江連合、寺田と申します。近江連合がなぜ風間のおやすさんを。桐生さんと同じですよ。俺も風間さんには返しきれない恩が。風間さんがお待ちです。こちらへ。なんかもうあれなんだろうな。風間、よく聞け。ユミは生きてるみたいな。風間、久しぶり、おやすさん。ご無事で。すまなかった。苦労をかけたな。でも信じがな。あの寺田って男はもともと俺と同じ元ヒットマンだ。そうだったんですか。いや、風間のおやすさんが元ヒットマンだったってことをびっくりだよ。登場会に探りを入れてもらってた。特に錦山をな。はあ。なあ風間、これからこの10年間に隠されたすべてを話す。ありがとう。いいな。はい。その子の母親の水木は由美の妹じゃない。え？由美は、由美は水木なんだ。ああ、やっぱそうなのか。お前たちが水木だと思って探してた女は由美だったんだ。どういうことです。水木は5年前から由美が演じ続けた姿なんだ。じゃあ遥の母親っていうのは由美だ。その子は正真正銘。ああ、それで父親があの神宮ってやつなんだな。私のお母さん。おやさん、由美の相手、いや遥の父親は神宮教兵。ああですよね。神宮、あの MIA の。
9年前の写真だ。ユミが抱きかかえているのはハルカ、横に写っているのが神宮だ。ユミが事件のショックで記憶を失ったことは知ってるな。はい、うん、事件の翌日、ユミは何もわからないまま病院を飛び出した。はい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 。だがあの子の体は覚えていたんだよ。自分が生まれ育ったひまわりの場所をな。うん、ひまわり。俺は連絡を受け、すぐにユミを手元に引き取ったんだ。そしてあの子の記憶を戻してやろうとした。何枚もの写真を見せた。はあ。どうした？雨。ん？雷。ああ。ああ。いや。どうした？わからない。わからないけど。俺はその時分かったんだ。堂島組長を殺したのが本当は誰だったのかをな。そして錦山には由美の存在を知らせず、彼女の世話をすることにしたんだ。でも由美はなんで神宮なんかと。神宮とお知り合いなんですか？よく登場会に出入りしていた。その時偶然由美に出会ったんだ。ははは。神宮と会長が。政界を目指す神宮は世良から裏でバックアップを受けていたんだ。神宮は由美に出会い恋をした。そして記憶を失っていた由美は心の隙間に入ってきた神宮を受け入れた。俺は止めることができなかった。もし神宮と幸せな生活が送れるなら、極道社会とは縁が切れるかもしれない。運命を変えられる転機なのかもしれない。そう考えると、ユミの幸せは神宮との生活の中にあるような気がしたんだ。そしてユミは神宮の子を産んだ。それが遥かだ。だが神宮のもとに総理の娘との縁談が舞い込み、その時席を入れてなかったユミは自ら身を引いた。はあ。神宮のためを思ってな。それでその神宮を脅すための道具として遥ちゃんが。所詮神宮が手に入れた権力は他人から与えられたものだ。だが奴はそれを守るために少しずつ変わっていった。自分の中では正当化しながら。その後由美と遥は俺がまた面倒を見ていた。そしてある日、セラに神宮から緊急の電話が入ったんだ。セラ、手貸してくれ。まずいことになった。なんだ。いいから来てくれ。人を何人かやる。場所は。いや、お前一人で来てほしいんだ。何なんだ。死体を一つ始末してほしい。はあ。神宮は弾みで起こった事故だと言い張ったそうだ。死体はフリーの記者で、神宮のスキャンダル、由美と遥かの件で揺すろうとしてきたらしい。セラは記者の家からメモや写真を奪い、すべて灰にした。だが神宮にとってまだこの事件は終わってなかったんだ。これでもう問題ないんだな。いや、もう一つ片付けなきゃならないものがある。え？もう二度とこんなことがないようにするために、あと二人始末してほしいんだ。お前もしかして。セラ、これは俺たちの理想のためなんだ。頼む神宮。とんでもねえな。
何やってるか分かってんですか、三代目。あ、え、いつからいた？風間さん、これは神宮との約束なんです。女子供を犠牲にしてまで守らなきゃいけない約束ですか。そんなもんがあるわけねえだろう。こうか不幸か、ユミはその時全ての記憶を取り戻したんだよ。はあ。ユミとハルカ、ジンガ、なんて野郎だ。本当だよ。俺はセラを説得し、ユミとハルカを神宮の目から欺く工作をした。そのための水木やアレス。ああ、なるほどね。俺とセラはハルカをひまわりに入れ、ユミを水木へと変身させた。人弁し、偽造屋を雇いユミの顔を変え、架空の戸籍や記録を作り上げてな。でもおやさん、なんでユミは登場会の100億を盗んだんですか。あれは登場会の金じゃない、神宮の100億だったんだ。風間さん、島の組の連中が、ここはヤバいです。ちょっと待って、島の目、無茶しやがる。話が見えてこないな。神宮の100億ってどういう意味だ。島の目、無茶しやがるな。桐生さん、岩盤から来る奴らを止めてくれ。風間さんと遥ちゃんは俺が責任を持って逃がす。わかった、お願いします。じゃあセーブしよう。よっしゃ、行くぜ。ただもうこの件に関しては割と錦がなんか厄介者みたいな感じになってるんだよな。やべえな。でもそうだよね、100億の取り分の中で寺田さんに20億っていう話があって、でそれでこういう形でなんかこう、なんだろう、相手方というか、まあ相手方なんだろうな、に肩を持ってる時点でなんかこう裏切りみたいな感じになってんのかな。その辺はちょっとわからない。さて、島野さんとも再戦する感じになるのかな。とりあえず全員片付けとくか。よいしょ、いったいった、でけえのがいる。はい、どっせい。あれ、あ、いる。あ、びっくりした。おめえ、危ねえな。なんてもん持ってんだ。あ、終わった、終わったね。おお、お前ら、どっかどっか投げ込んだりや。やめろやめろ、数が、数が、そんな子供のおもちゃみたいな数用意してんじゃねえぞ。わーい、大丈夫か。まあなんとかしてくれてるだろう。はい、あ、よかった。大丈夫、おじさん。はあ、少しヒヤッとしたかな。ああ、出たねえ。やっと会えたな、キリュウ。それと風間、コソコソしやがって。しまん。寺田藩、あんた錦山裏切ってわしにつくふり見せてたけどな、そんな裏の裏まで全部お見通しや。ずっと見張らしてもろてましたわ。お前らといい、錦山といい、ほんま脇が甘いわ。ガキはもらっていくで。お前らはここで
島やけどな。島のよ。なんや。おめえさんも相当脇が甘いぜ。ああ。わ、お、え？なんや。なんだ。親父。遅えぞ。ああ、柏木さん。もうすぐクリスマスですしね。屈強なプレゼントをお持ちしました。キリュウ、ずいぶん苦労したみてえだな。柏木さんこそ。なんや、風間組はやる気みたいやな。よっしゃ、血の汗振らしたるわ。でも結局僕が結構あれなんでしょ。キリュウさんが結構受け持つんでしょ。多くね。いや、まずはちょっとあのザコども蹴散らそうか。端から攻めていく。でもこの対決中ずっとビーズの曲がかかってて、どうやったって動画に残せねえこれは。よしおい、倒した。そんなに強くはなかったかな。苦戦したけど、これまでだ島野。あ、うわわわわ、はるか、おやすさん。あ、カズマさん。カズマ、おやすさん。はるかは無事だぜ。ありがとう。寺田さん、救急車。分かってる。カズマ、金を盗んだのは弓と俺とセラなんだ。え、どういうこと。100億は神宮の金だ。奴は登場会を使って闇の金を洗ってた。マネーロンダリング。そうだ、俺は奴を失脚させるためにその100億を、そして由美はその計画に志願したんだ。由美か。アレスに急げ。カズマ、由美が危ねえ。アレス、アレスに由美か。そうだ。それからこれは三代目の遺言状だ。終わったな。ええ、ありがとうございます。本当にこれでよかったのか。四代目の登場会会長の名前が書いてあるんだっけ。100億を取り上げて失脚させるしかありませんから。そうか。でもこのままじゃお前も危なくなるぞ。いっそしばらく身を隠した方がいい。おい、確かに島根や錦山あたりは跡目狙って動き出すでしょう。だが俺は登場会の三代目、逃げも隠れもするつもりはありません。お前、もしもの時のために遺言を預かっちゃもらえませんか。登場会の未来がそこにある。今の話ぶりだと島野さんでも錦山でもない、はい、俺はお前に謝らなきゃならないことがある。許してくれカズマ。お前の親を殺したのは俺なんだ。ひまわりは俺が親殺した子供のための。ああ、そうだった。
ったのか。いいんだ、いいんだ、おやさん。俺にとっちゃ、おやさんが本当の、本当の親父でした。バンバン死んでくもうどうなってしまうのか。これ続きやるわ。第13章戦いの果て。なんか最終回みたいなこと言ってんな戦いの果てって、なんなら最終回のその後みたいな感じになってんじゃん。アリス先輩、はい。だってさ、無事だったか。はい。芝浦のことはさっき警察に通報があって知った。ああ、かぶるなかぶるな。これからどうするんだ。アレスに向かう。ユミがいるかもしれないんだ。何？そっか。まあ今あまり時間がない。話は後で聞こう。はい。それよりもだ、先にスターダストに行ってくれ。え？なんだと？どういうことだ？まあいろいろ必要なものがあるんじゃないかと思ってな。和樹や優也に頼んで集めておいてもらったの。ありがてえ。必要なものがあったら先にそこで揃えておいた方がいい。はい、わかった。感謝する、伊達さん。ああ、じゃあまた。すげえ軽い感じで切ったな。ん、じゃあまた。え、なんか鳴った今。あ、メールか。メール来た。ちょっとメール、真島さんから。しばらの件聞いた。デキリュウちゃん、島野の親父を倒したよな。けど安心しろや、別に俺はお前を恨んじゃおらん。親父の喧嘩は親父のもの。俺が敵討ちしたところで親父が負けた事実が覆るわけやない。せやから俺は俺でこれまでと変わらずお前をつけ狙う。お前もそのつもりでいるや。そんだけや。そっか、確か真島さん、真島組って島野組の下の組だったんだっけ。あはは、はなるほど。よ、キリュウさん、こっちです。はい。最後まで世話になっちまってすまないな。最後とか言ってるぞ。そんなことはいいですからあれ、何かと必要だと思って。これホスト仲間からの気持ちです。え、お金？ありがてえありがてえ。そうか、すまないな。あ、最後の自由時間修学旅行みたいだな。これが最終決戦に向かう前の最後の自由時間となります。念のためこのタイミングでセーブデータを作成して保存しておくことをお勧めします。また和樹に話しかけると選択肢が表示されるので、いやまだだを選択すると遥を連れて出かけるかどうか選択できます。はあ、もう準備は整いましたか。いやまだだ。いや、ま、お一人でお出かけになりますか。ああ、なるほど、どっちか。なるほどね。いや、やめておく。そうですか。これではるかちゃんと一緒に行動できるようになるんだ。なるほど。じゃあちょっと、じゃあまた次回かな。ちょっとサブイベントとか、ちょっと、なんかなら街ちょっと練り歩いてプレイスポット寄ってみたいですね。それではまた次回、バイバイ。